V 級駆逐艦は、イギリス海軍の駆逐艦の艦級。1941年度戦時予算に基づく第8次戦時急増艦隊として8隻が建造され、1943年から1944年にかけて順次に収益した。第2次世界大戦で1隻が戦没、また2隻がカナダ海軍に譲渡された後、1950年代には、 残る全艦が15型フリゲートに改装され、水中高速船時代の対戦船を担った。第二次世界大戦の勃発を受けて、イギリス海軍は、戦時緊急計画を発動し、駆逐艦の急増に着手した。まず、1940から1年度計画で建造を、予定していた中間的駆逐艦の建造を前倒しして、O 級、P 級が建造された後、 新しい戦時要求の繁栄や急増に適応した設計への変更が図られ、QQ、RQ、SQ、TQ と1940年度戦時予算の下で、6時に渡る戦時急増艦隊の建造が進められた。1941年2月、1941年度戦時予算において、さらに5時に渡る戦時急増艦隊の建造が盛り込まれることとなった。 その第二陣として、1941年9月1日に発注されたのが本級である。同年度予算で建造された U 級の巡動計艦であり、J 級以来の単煙突、選手老型という船型のほか、Q 級で導入された燃料搭載量の増大や復元性の改善、完備のトランサムスターン、また S 級で導入されたトライバル級と同様の監視形状も踏襲された。 本級では S 級、T 級で省かれていた北極圏行動用の防寒設備を復活したものの加熱管などの設備重量は24トンに達した。またその後、レーダーや広角機銃の増備に伴って上部重量が増大したことから復元性の低下を避けるため、1945年より防寒設備の撤去が行われた。期間も S 級、T 級と同様に、 QQ、RQ の構成が踏襲され、アドミラルティ式3動型水管ボイラー、パーソンズ式、オールギアードタービンによる二軸推進、出力4万馬力である。艦砲としては、SQ、TQ と同様、45口径 12cm 砲を、最大行角55度のマーク、20という砲がと組み合わせて4機搭載した。射撃式装置も、両級と同様で、 対空用には285型レーダーを備えたマーク2砲イバンと FKC 射撃板、耐水場用には機戦長3.66メートルの即距技を備えた DCT 砲イバンとアフック射撃板が用いられた。近距離用の対空兵器としては、計画当初は39口径 40mm4 連装機銃を予定したが、1941年6月の決定に基づき、 S 級で装備化された、ヘイズメイヤー社製の FCS 連動式56、合計 40mm 連装機銃が搭載される、ことになり、これと70合計 20mm 連装機銃、4から6機が、基本構成とされた。ただし、各艦ごとの差異が、激しく、例えば、ボレージは56合計 40mm 連装機銃の、代わりに39合計 40mm4。 連装機銃を搭載して巡航した後、56合計 40mm 単装機銃4機に換装し、この際に70合計 20mm 連装機銃はすべて撤去した。また、ベルラムでは70合計 20mm 連装機銃の一部を、ビーナス、ビジラントでは全部を56合計 40mm 単装機銃に換装した。 ビーナスでは実に56口径 40mm 単装機銃10機を搭載したと言われている。蒸気の防寒設備の撤去は、発表用でのソ連向け戦団護衛の終了と、対日作戦参加に連動してのことでもあり、各艦とも1944年末からインド洋に進出した。ベルラム、ビーナス、ビラーゴの3隻は、第26駆逐隊に所属し、 1945年5月16日のペナン沖海戦で日本海軍の重巡洋艦ハグロを撃沈しているハット AB 最終駅に変更された新ペナントナンバー。ありがとうございます。